カール・マリア・フリードリヒ・エルンスト・フォン・ウェーバーは、ドイツのロマン派初期の作曲家、指揮者、ピアニスト。聖は、一般には、慣用的な日本語表記であるウェーバーと、正確なドイツ語読みに従ったウェーバーという表記が、混在して用いられている。ボルフガング・アマデウス・モーツァルトによる、ドイツオペラの伝統を継承し、自らのマダンの居手によって、ドイツロマン派のオペラ様式を完成。 そしてリヒャルト・ワーグナーへと流れを導いた作曲家として重要である。11歳で初めてオペラを作曲し、マダンの伊手やオベロンなどのオペラのほか、舞踏への勧誘などの器楽曲も残す。また、オーケストラの配置を現在に近い形に改めたり、指揮棒を初めて用いた人物としても知られる。モーツァルトの妻コンスタンツェは、父方の重視にあたる。 現在のドイツ・リューベック近郊のオイティーンに生まれる。父、フランツ・ウェーバーの兄フリードリンの娘コンスタンツェは、人気作曲家であったモーツァルトと結婚していた。片足が不自由であり、小児麻痺であったとも伝えられる。ウェーバーが生まれた次の年、父は劇団を結成する。こうして彼は、幼い頃から、ドイツ、オーストリア全土を回ることとなった。幼少の際、彼は、 これといって、特別な才能は見せなかった。しかし、9歳の時ヒルトブルクハウゼンで、ヨハンホイシケルから本格的な音楽教育を受け、才能を見せる。その後も旅先で、音楽教育を受け、ザルツブルクでは、ミハエル・ハイドン、ウィーンでは、ウィーン音楽院の前進校で、ゲオルク・ヨーゼフ・フォーグラーにも支持している。1798年から99年にかけて、初のオペラ、 愛と酒の力を作曲するが、翌1800年に火事で消失している。1804年、ブレスラウのカペルマイスターに就任。しかし自身の理想主義的傾向や、父の陶器的な性格が災いし、2年後には学長を退く。この年に、エッチング用の賞賛をワインと間違い飲んでしまい、声を出せなくなった。その後カールスルーへ、ミュンヘンなど、ドイツ各地を転々とする。 1813年にプラハ歌劇場の芸術監督に就任し、オペラの改革に尽力する。モーツァルトのドン・ジョバンに上演以後、停落していた歌劇場を見事に再興させた。1817年、ザクセンの宮廷学長に任命され、ドレスデン歌劇場に移る。当時宮廷ではイタリアオペラが主流であったが、ウェーバーは自身のドイツオペラをもって彼らに戦いを挑む。 結果は成功し、ドイツオペラを根付かせることに成功する。また、当時最高のピアニストとして、ヨーロッパ各地で演奏を行った。1821年、ベルリンで、マダン・ロイテが初演されると大反響を呼び、ドイツ国民オペラの金字塔を打ち立てた。この、マダン・ロイテを見て、ワーグナーやベルリオーズなど、後に大作曲家となる多くの人物が、 作曲家を志したとも言われている。この頃から、ウェーバーの作風に暗い影が漂い始め、ピアノ・ソナタ第4番の極度に遠征的な冒頭を持つ第一楽章などにその兆候が現れ始める。1826年、ロンドンのコベントガーデン歌劇場の依頼により、英語によるオペラ、オーベロンを作曲する。その時彼は結核を患っていたが、 家族を養うため病句を押してと英し、自ら指揮棒を振り大成功を収めた。しかしその後病状が悪化、同年の6月5日に、ロンドンで隠しした。39歳没。その遺骨は、18年の地の1844年、彼の音楽的な意志を継ぐこととなった、ワーグナーの力添えにより、息子マックスに見守られながら、ロンドンからドレスデンに帰還した。 デスマスクが減損する。マダンのいては、ウルフ・コーノルと、ドイツオペラの知識でドイツでの上演人気30決に挙げられているが、ドイツオペラの全曲レコードを精力的に残したベーム、カラヤン、ショルティの3人は、このオペラのスタジオ録音を残していない。ドイツ圏の外での上演は、さらに少なく、歴史的名声の高さに比してやや寂しい状況にある。作品目録は、 一般に、フリードリヒビルヘルムイエンスの CM フォンウェーバーイン、在年ワーキンによるイエンス番号が用いられている。CARLMARIAVONWEBER-FINDAGRAVE.com 参照。ありがとうございます。